ちょっとなんかめちゃくちゃ子供っぽいこれめっちゃ子供っぽいけど、なんかサイリウムカラーだからこれ赤やん、赤ピンク白サイリウムカラーだからちょっとこれがいいかなって思ってこれにしたんだけどさ、どれがいいと思います？なんか他にもさ色あって、青色、これは全体的に見るとピンク、ピンク、青、オレンジ、白があって、どの色がいいと思います？ちょっとこれ子供っぽい気がする。これがちょっとこれ取り外しできるんですよ。高いここ、さっきので良かったのかな、ちょっと高いか、ここなんか浮いてるよね、あ、ここか、あ、なんか高いなんか高い、どこ、あ、ここでいいのかな、なんか耳がない、耳がない、こんなもん、なんか唇に色がない、ちゃんとリップ塗ったのに、秘密ゾーンが、こんばんは、おにわんリラ組こんばんは、暑いめちゃくちゃ暑いめちゃくちゃ暑い、扇風機回したいけどさ、回すともうリナオールバック浴衣でオールバックはちょっとねちょっと似合わないよね、なんかこっちが横になってるのか、三つ編みがなんか、こんばんは、浴衣かわいい、よかった、このかわいいリーダーに会いに来れるんですよ。でどっちだっけりね、浴衣にするって言ったの、ブログに書いたんだけどさ、9か10どっち浴衣にするって言ったっけ、多分9、9日、どんどれだ、幕張メッセ、え、待ってリーナ、幕張メッセで浴衣着ようとしてたの、バカだったねリーナ、ちょっと待って、バカだったね、めっちゃ荷物多くなっちゃうじゃん、本当はスカイギスポで着る予定だったんだけどリーナ、大変だよね、え、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、ちょっとちょっと待って、そんなつもりじゃなかったらいいな、でもね今変えたらあれだよね、え、リーナ名古屋だと思ってたわ、このメッセだけ見てポートメッセだかと思ったのかも、ポートメッセだと思ってだから次の日も多分衣装にしたんだよ、東京アリーナ私服にしようと思ってたもん、やらかしましたね、え、完全にやらかしました、どうしよう、これ見て浴衣っていうのを聞いて追加してくれた人がいたらちょっと申し訳ないな、こんばんは、こんばんはだね、こんばんは、初見さん東京公演お疲れ様でした、お疲れ様でした、どうでしたか私のひまわりひまわりちょっとねなんかめちゃくちゃ緊張しててリーナ、なんかさ、一人眺めるんだっていうとこがあるんだけど、この一人ってやるときになんかもう手が震えててなんかこうなっててなんかちょっとさ自分一人眺めるなんか震えてたんですよ、気づきました、オンリーワン
でもね、いい感想でしたよ。まあ割と良かったんじゃないでしょうか。夜公演はね、特に盛り上がりましたね。え、可愛い、ありがとう。浴衣姿可愛い、良かった。浴衣フィルターがかかってるんでね、みんなには。みーちゃん、はい、ありがとう。こちらこそありがとう。ももに、に、かわいい、ありがとう。こんばんは。仕事ちょうど終わった、見れるのは最高。よかったね、ちょうど。よかったですね。こんばんは。アリーナさ、あやめろさんと撮ったよ、写真。あとルーさんとも撮った。ちょっとまた渡しますね、ブログじゃなくてメールで。浴衣かわいい、よかった。こんばんは。何これ、花火かな、なんか花火みたいな、なんか星ついてるやつ。ありがとう。浴衣よき、よき、よかったです。髪飾りもかわいい。かわいいよね、なんかもらいました、これ。なんかね、もらった。はじめまして、嘘つかないでください。何度目ましてですか、もう何回かも、何百回かじゃないですか。味方メタメタ可愛い、ありがとう。リネよく忘れられがちだけどね、よくね、 X の X ツイートでよくね忘れられがちですけど、私大丈夫ですか、忘れる人に可愛いよって言って。東京公演昼夜見れて楽しかった、よかった。夜めっちゃ盛り上がったっしょ。なんかね、やっぱり昼終わってからちょっと昼はちょっと盛り上がりが少なかったみたいな反省があって、夜めちゃくちゃやりましたよ私。流れ星ありがとう。お願い事が叶うといいですね。ゆーちゃん浴衣姿かわいちいよ、よかった、ありがとう。東京のサマーツアーお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでしたか。色がはっきりしてるのが良さそう。あー、青ってなると青、リーナ青似合う。オレンジとか珍しい、珍しいの、オレンジって。大丈夫、似合ってる、よかった。ちょっと子供っぽいけどさ、子供だからちょうどいい。確かにまだね、14だし、まだ子供。みーちゃんのひまわりかわいい、よかった。声は可愛くなかったっしょ、すごく似合ってる。リー可愛い、こんばんは。こんばんは。夏祭りな、夏祭りね、今年行ってないのに浴衣着てる。リップ塗りましょう。な、ないんよ手元に。部屋にある、リーナの。ここリーナの部屋じゃないんで。お姉ちゃんの部屋で配信してんの、リーナ。結婚してかける10、どうしようかな。間違い、そしてちょっとリーナ、え、本当にリーナさ、これさ、スカイキスパだと思ってたんだけど。え、ね、本当にどうしよう、結構迷ってる。リーナ組ありがとう。ひまわりは熱唱だった、そりゃ熱唱ですよ。歌は基本的に全部熱唱なんで。そんな軽く歌うのやり方がわからん。リーマン、今日は可愛さマシマシですね。マシマシ、よかった。ハート、ハートハートハート、ありがとう。浴衣可愛すぎる、可愛すぎる人に会えるのは9月9のつもり、つもり。え、どうしよう。まあとりあえず会えるんですよ。会いに来てね、ハートありがとう。こんばんは。サマーツアー楽しかった、ありがとう、よかった。東京2公演行った、ありがとう。夜でリーナ見つけた気がする。なんかね、サマーツアーね、なんか後ろの方暗くてさ、めちゃくちゃ見えにくいんよね。あと人で埋もれてて、みんな逆に見えた、なんか人で埋もれててさ、こっち側からは本当に前の人しか顔が見れなくてさ、回しちゃえ、回す、何をだ。ハートたくさんありがとう。
オールバックリーナみたい見せません。面白いからやってじゃないんだよ、嫌だよ。ハードワーク受け取ってありがとう。なんで役もあったらなんかこの花がハートに見えてくる。なんかハートじゃんこれ、ありがとう。何これ花火ありがとう。浴衣ウェイ、テンション高いですね。浴衣です。リーナ宇宙に可愛いな。宇宙一誰ですか、宇宙一誰ですか。ハート花火ありがとう。今年の夏の思い出は何ですか。仕事だったらサマーツアーですよ。あ、でも待って、ちょっとさ、昨日知ってる方いると思うんですけど、ゼロポジの長時間ロケがあったんですよ、最終回の。めちゃくちゃ楽しくて、え待って、ちょっとそれはちょっと迷うな。えサマーツアー、サマーツアーとゼロポジです。今年の夏の思い出、夏何があったかあんま覚えてない。リーダーだってもう2ヶ月ぐらいあったんじゃない、夏休み。そんなないか、ちょっとあんま覚えてないですけど、今思い当たるのはそれぐらいですね。プールとか行けてないし、兄ちゃん以外のルームのフォロー全部外した。ええオンリーワンですか。えオンリーワンなんですか、もしかして。それはめちゃくちゃ嬉しい、やったー、ありがとう、嬉しいですね。福井さんが姫様だって、ありがとう。こんなね浴衣姿でお姫様だって。ありがとう。なんかドレス着とればよかった。わかりました、行くよ、待ってます。頑張れ。浴衣で、あ、まかりで浴衣は大変。でも別に着れるんだよな、別に荷物もそんな重くないし、別に行けるんですよ。行けるなら行った方がいいかな、別に。9月9日浴衣でお団子とみさん。そっか、えどうしよう、はいどう。付き合い一人できる、できます、別に。浴衣着たまま代わりに行きましょう。絶対やだ、ただの場違いですよそれ。録画します、はい。結婚式かける10。どうしようかな、暑さ阻止で。暑いです、でもちょっと扇風機かけるとオールバックになるんで、ちょっと今日は、今日は本当に阻止ですね。以上、車番は間違えてます、間違えてます。浴衣の靴も持ってくの、あそっか、靴か、まあもあるんで、うん、そうですね、名古屋でも東京でも持ってきますね。めっちゃちっちゃい浴衣を持って行ってブースに置く。なんで。それリーナじゃないじゃないですか。まやさんに歌声褒められて、そうそうそう、びっくりしちゃった、うん、なんかね、そんなさ、みんなメンバーはそんな聞いてくれてると思ってなかったから、そもそもなんかびっくりしました、嬉しかったですね。緊張してたの分かった、分かった、めちゃくちゃ緊張してた。リーちゃんの歌声最高でした。夜は席が遠くてよく見えなかった。まあ見えなくてもね、声が聞けば。でもさ、ちょっと一つ言いたい、リーナの歌声を好きでいてくれるのはすごく嬉しいんだけど、劇場とかの時に特にリーナの歌声に注目してくださいって言うじゃん、なんか恥ずかしいんよね。嬉しいけど恥ずかしいんですよ。特にじゃなくて歌声も素敵ですぐらいでちょっとお願いします。注目されてるって思うとさ、すごくプレッシャーで逆に音外しちゃうんで、ぜひこれからはちょっと
歌声も素敵ですぐらいで、あの注目してとは言わずにね、それぐらいでお願いします。結構あの緊張しちゃうんでお願いします。嬉しいんですけどね。浴衣は畳めばかな、星になってる。そんな場所たら、まあそうだよね、畳めばね。ファミレスさんも配信中ね、思った。花火ありがとう。スパさんの汗はガチ汗、ちょっと思った。ガチ汗もあるけどちょっとは持ってますよ。まあ普通そうですよ。だってさ、ゆねちゃんとかさ、誰だっけ、ゆねちゃん、あ、そうそうそう、あのかいにゃんさんかな、そんなめちゃくちゃ汗かかないやん。まあ、なんでちょっとはね、まあでもちゃんと汗もありますよ。ちょ、そのツーショットくださいよ。え、いつかね。リーナさ、今さ順番にさ、ツーショット撮った先輩から順番になんか渡してるから、ルーさん、リーナ一番最後にツーショット撮ったの。あ、嘘嘘、一番、あ、一番最後はやめろさんだ。一番最後はやめろさんで、一番最後から2個目がルーさんなんですよ。なんでめちゃくちゃ後なんです。めちゃくちゃ後なの。なんかちょっと後になるかな。後になります。花火ありがとう。撮るわそりゃ、同期、同期は撮りますよ。誰と撮ったかな、大川さん、さやさん、ひめたんさん撮った、あやめろさん、ルーさん、ちょ誰言ったか忘れちゃうな。ちょ誰がいますか、ちょっと名前送ってください。誰の名前を呼んだか忘れちゃった。結婚資格1逮捕です。浴衣逮捕。花火ありがとう。東京の夜公園、後ろの方でリーちゃんのサイリウム振った、ありがとう、嬉しい。なんかね、後ろでもさ、なんかさ、後ろでサイリウム振り、なんかなんていうの、後ろでもさサイリウム振ってくれるのめっちゃ嬉しいよね。なんかリーナがもしファンの人だったら多分振ってない。サイリウム振っても気づかれんから、うん、多分見てるだけけどね、振ってくれると嬉しい。でもなんかたまにね、後ろの席でさ MC の時とかにさ、例えば、あ、自己紹介でリーナがはいって話してる時にバーってあげる人いるやん。あれいいのか知らんけど、あれはすぐ気づきやすいんで、みんなおすすめです。ありがとう。ライブでルーさんとか絡むこと多かった、多かった。ね、パレオ練習の時にめっちゃルーさんね、頭なんかめっちゃこっちに寄せてくれて可愛いなって思ってました。まあゼロポジでもちょっと、まあ、絡む機会はあるので、ぜひ皆さん最終回ね発表されたら見てください。クルミの方に両手を乗せてるのが可愛い。いつだ、いつだろう。ゼップ夜のアンコールでオコリーナいただきました。アンコールでオコリーナなんかいただいたっけ、リーナ。え、そんなんリーナいただいた、リーナはいただいてないけど、夜のアンコール、え、怒りーなしたりな、え、何に怒ったんだろう。でもね、夜ね、多分気づいた人いるかもしれないけど、リーナがあの舞台袖にもう履けるのがちょっと時間ギリギリだったから、履けるのがね5秒前だったらしくて、5秒前にリーナ履けたらしくて、8時になる5秒前、7時59分55秒
リリーナ履けたらしくてマネージャーさんみんな安心してました。なんかもう履けてくれてあのはい。が下手かな、下手でなんか合図するからみたいな、出てきてほしい時になんかちょっと合図するからって言われたけど、ちょっとさみんなで一緒にさ前の方の一列になっててなかなか見えなくて、スタッフさんがだからなんかいつ開けていいか分かんなくて、なんかめっちゃ確認しながら、なんなら一回まだ大丈夫なのに開けそうになってたし、神手か右上神手かで吐きそうになったんですけど、いや危なかったね普通に、見えなかったんでスタッフさんが見えないから大丈夫なんかなとか思ったけど、ちょっと危なかったですね。よークソガではなくて俺の可愛いリーナ お嬢さん、よかったクソガ切って落としたね。よかった、まだ帰宅帰りの電車の中だよ、わーい大好きな三つ編み、編み込みなんですよ私。だからもう分かんないよね、あんま違いが。お疲れ様です、オンリーワン。東京では大岡さんといっぱいお話できた、いっぱいではないけどお話できましたよ。そうだね、あの髪切ったじゃん大岡さん、めちゃくちゃ可愛くて、なんかもちろんさ最強ツインテールも大好きだけどさ、ひそかにリーナストレートも押してて下ろしてる髪もね押してまして、私可愛いなって思ってたんですよ。で切ってあのひたすらにその話をしてました。可愛かったです。誕生日まであと3週間、みんな祝ってよ。東京夜公演のグループ写真はリーナちゃんと岡さん可愛い、そうたまたま隣でめっちゃ嬉しかったです。あとねあの昼公演のアンコールで We Are でさ、リーナがなんか歌ってる時にさ岡さんがなんか近くに来てくれてって思っちゃってめっちゃびっくりして、いや嬉しかったですね。ハート作って、いや推しとハート作れるとかさ、みんな有料でやってるんじゃん、ツーショット会でやってるじゃん、でも手触れれないじゃん実際、でも私は手触れてちょっとね、みんなのやつあれになんか玉あれみたいな玉があって、フジテレビ本社にも、だからなんかあれなんか一緒じゃねって思ってました。あそうだ、あんたにこれをプレゼントするわ、え花火、えいいんですか。あんたにいいんですか、あんた呼ばわりするほどの好き度の人にいいんですか花火。ありがとうございます。鉄な上手の一番後ろの座席だった、マジ右だよね上手は。マジか、まあでも大丈夫です、気づくんで。マジか、マジですよ。さっきはポートメッセ名古屋って言ってた、いやそうだよね、いや普通に愛知ならいいかなって思ってて、元4期生のガチ推しのひまわりを歌うなんて運命、やかましい、やかましいね。運命感じたんだったらたくさん会いに来なきゃダメですよ。ワイのこのコメントの時間19時16、お今33、何分押してます、押してはないけど。アンケート取ってみたら、いやでもそうするとさ別れちゃうじゃんね、どうしよう勝手に考えときます。あ今日は可愛いよ、今日はありがとう。吉野家の親子丼食べながら見てる、いいな、馬場の本文に写真入ってるのがいい。あそうなの、あ本文に入ってる方がいいんですか。札幌の席運いいのがなんか悔しい、東京でそれが出てればそうだね、まあだってね、なんか言うやん、に二と追うものは一と追えぬみたいな、ちょっとなんかうさぎの文字なんて読むか知らんけど。あれですよ、二つね、
応募しちゃったから、そりゃどっちか悪いですよ。昼全くわからんかったかな、星になってるけど、夜は前だったからなんとか。あーそうだね、なんとか。やっぱ後ろ見えにくいんだね。可愛い、ありがとう。浴衣着るために生まれてきたのですかってぐらい似合う、よかったじゃあまあぜひ会いに来てください。ごめん全く見えなかった、会場にいなかったから。そりゃ見えないわ。どのリーナを見てたんですか。後ろの方の席本当に見えにくかった。方か、後ろの方ね。そうなんだ、見えにくいんだねやっぱり。なぜだろう、あなたの気持ち知らなくてもいいと分かってしまった。どういうこと。私の気持ち知ってくださいよ。靴下履いてますか。履いてるよ。そういえば弟ちゃんお誕生日おめでとう。そうそう、でもね弟にちゃんをつけるのは良くないと思いますよ。あのちゃんとくんって言ってくださいあの男の子にねちゃんってつけるの多分あんま好きじゃないと思うので。神永リータの浴衣見たい。本当リナは神永ちゃんの浴衣が見たいな今何の服でやってますか。結婚してかける10どうしようかな。ちょっと待って、どうしよう。ちょっと今悩み中です私。え、ちょっと待ってちょっと何も分かんでこないちょっと待ってよ。時間阻止で、あの時間、私ちょっと時間制限あるんでちょっと阻止したいですね。今日ももっとさ配信したいしさ、ダイバーシティの夜公演ももっと私ちゃんとバイバイしたかったですよ。なのでちょっと時間制限阻止でちょっとねやめてほしいです本当にやめてほしいですよ。それでさちょっと先輩忙しちゃうんですよ、ちょっとアウトの子いるからって。そう申し訳ないんでね。10日の握手行くね。おお待ってます、たくさん来てね。ひやちゃん可愛い、小声、大声で言って大丈夫なんですよ。ゼロポジは内緒だよ。内緒、あ細かいことは私言ってませんよ、大丈夫です。朝からみんなロケだったって聞いた。そうそうそう、朝から夜までですよ。なんか本当にリーナ眠すぎてバスの中で寝てて、バスあの移動中のバスの中で寝てたからね、そのバスになんか荷物かけみたいなのがあって、なんかこうやってあるやん、あってさ、でめっちゃリーナ寝ててさ、こうなるやん寝てる時に、で荷物かけに毎回こうやってさおでこ当たって、そのせいでさここになんかさ青たんみたいなのできてて膨らんでてめちゃくちゃ痛いんですよ寝てたからちょっと本当にさ、もうちょっとね痛いですフックあってさ毎回これでゴンゴンって。眠いけどさ、眠くてでも起きたいじゃん、あやばい寝てたってなるけどまた寝ちゃうんですよ。だから何回もしかもどんどんなっててワンチャン隣の席にいた先輩とかはね、え大丈夫かなってなってますよね多分多分ねなってますよねそれ気まずいよね普通に。ジュロポジのロケは最後バーベキューとかやったのかな。まあそれはね秘密ですよ。また台本出しっぱなしに大丈夫です、さすがにもうね大丈夫です俺の学生生活の夏休みを終えるまであと2日、あなたは夏休み道だった、道、私道だった夏休み、なんだ道だったってしけんさん東京公園の夜ご飯何食べましたか。何食べたっけな、あなんか竜田揚げ食べました。あとなんかたこ焼きも食べた、作ったかたこ焼き。
んけど、いや大変でしたよまあそれ以上楽しかったので。何喜んでるのよ、喜びますよ。 SKE は全員フォローしてるのでオンリーワンですね。 DD ですね。とりあえず昨日追加しといた。おお、ありがとう。あーやきもきやきもき、なんでやきもき。オンリーワン、世界で2番目に美味しいメロンパンアイスのお店なら知ってる、1番はママの料理。あー、そういうことね。2番目に美味しいって、1番目は何なんですか中途半端めっちゃ2番目に美味しいメロンパンアイスのお店。メロンパンアイスって何ですか、そんなのあるの。あなたは似合う曲、山のロープウェイ、吹きの塔、パレオ、エメラルド、SK48。 おー、そうなんだ、元気系ってことですね。ありがとうございます。まあ、代わりはいけないけど9月17日少し追加させていただきました。よかった、ありがとう。たくさん祝ってくださいね。ウォールバックみたい、一生見れません。おでこ出し希望、いや無理ですよ。ニアちゃん歌うまいからね、ありがとう。あともう一曲、風が違う、細坪元吉。あ、そういう方ですか、ちょっと知りませんね私。なんで恥ずかしいことじゃないよ、誇りを持っていこう、そういうことじゃないよ、恥ずかしいこととかそういうことじゃなくて、あのプレッシャーなんです、普通にね。なんか歌だけを聴きに来てるんだって思うと、めっちゃ歌上手にしなきゃっていうプレッシャーがありまして、ちょっとね緊張しちゃうんですよ。歌声だけを聞きに行きます。あのちゃんと全部見てください。よし、仮に劇場公演に遊びに行ったら原さんと森くるの応援をするか。私はしないんですね、ショールームは見に来るのに。ツンデレですね、もちろん。リーナお嬢さんもいつもさあれだよね、ツンデレですねいつもなんかさ一つのコメントでさあ、リーナはいないんだみたいな感じのさ雰囲気を漂わせてから、もう一つポイントコメントでリーナって追加しますよね。ツンデレですね。震えてビブラート聞くからいいやん。震えた時のビブラートはいいビブラートじゃないんですよ。あれ、ちょっと待って、なんでなんか止まっちゃった。ちょっと待ってよ、え止まってない、ね、えなんでリーナの画面では止まってるんだけどえちょっと待ってよ、えコメント、えなんでなんでなんで、なんでだ、え止まってるんだけど、えどうしよう、え止まってるんですけど、リーナだけ、えどうしようえちょっと待ってよ、ええなんで、え止まった、ちょっと待ってよ、えなんでなんで、おえ戻った、え嫌なんだけど、えなんで、えちょっと待ってよ、どうしよう、どうしよう、3つのせい、一旦カバー外せばいいの、確かに熱いわ、こういう問題、えなんで、ちょっと待ってよ、え充電しながらやってない、
なんで？熱？ Wi-Fi ではない。え、戻った？コメント飛んじゃってない。でも多分なんかこの混乱中にコメントが多分たくさん来て、たくさん来て多分一部のコメントはどっか行っちゃった。できた？できた？なんでみんな止まってるから言えるとか言ってなんか言ってるんですか？止まっても別に見えてますよ止まってるのは言える。みんな好きなじゃないんだよ。ただの DD じゃないですかそれ。え、ちょっと待ってよ。え、大丈夫そう？え、なんでなんで？え、動いてる？よかった。え、なんでなんでなんで？何の時間だったのさっきの？え、時間やばいんだけど。ちょっとちょっと、え、で待って、え、なんで？え、動いてる今。ちょっと状況確認させて。コメントどっか行っちゃったかも多分。リクエストタイム取ります。ちょっと多分だいぶ時間がやばいので。え、待って、まだ止まっちゃった。え、どうしよう。え、なんで？だいぶそう、なんか流れ星流れてたけど。え、なんで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 、ちょっと待ってよ。なんで電子レンジ使ってないって。え、なんでなんで、なんでの顔が可愛かったからスクショした。やだよ、ちょっと消してよそのスクショ。やです、自己がなんでそれ。やだやだやだ、ちょっとちょっと待ってよ。え、ちょっと待った。え、どうしよう、一旦落とすべき、最悪だ。ちょっとなんでなんでなんでなの。え、待ってよ待ってよ、本当に嫌なんだけど。金魚が泳いでた。ちょっとさ、ちょっと待って。え、一旦止めるべき。金魚が泳いでた？知らないよ。なんでなんで。え、止まった。最悪。え、ちょっとちょっとちょっと、なんで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 。泳いでる。金魚泳いでる。ちょっと待って。ちょっと、え、ちょっとなんで。え、ちょっと待ってよ。え、ちょっとさ、今さ、あのコメント今録画してます。あ、止まった。なんでなんで、ちょっと待ってよちょっと待ってよ。どうしよう、せっかく録画したのに意味ないじゃん。え、なんで、何が悪いの、なんでだ。ちょっと、うーん、なんで、あ、なんでだよねえ、なんでなんでなんで。え、ちょっと待ってよ。え、なんで、なんでなの。え、ループしてるって、やだ。え、なんで最悪え、なんで、あ、中上がループ最悪、何あって何、え、あって言ったりな。え、え、スマホ冷やさないと治らん。武器つけろと。ほんと？やだ、ちょっと、え、なんでなんで。でもさ、ちょっと今さ、
リナさ停電力モードみたいな 停電力モードみたいなのしてて充電がなんかそんな熱くなった、そんな熱くなりました、ちょっと待ってよねえ、それじゃん絶対最悪やだそれじゃん、ちょっと金魚なんで泳いでるんですか、うん、なんでちょっとごめん、止まったやん、最悪、なんでやだねえコメント読めないじゃん、大丈夫そう、今ちょっとあれやりました、え、ちょっとさスクショタイム撮ります、台風からの中継は終わりです。ありがとうございました。